はい、お疲れ様です。ということで今日は9月5日月曜日ですね。台風が近づいてまして、日中からですね、風が結構強く吹いてます。で、気温もですね、今日34度くらいですかね、だいぶ上がりまして、いよいよ台風が来るなと。まあ、上陸はですねしないような予報というか予測ですね。ただ明日日本海に抜けていくような感じで、水曜日にはいい波が立つんじゃないかなということで、サーファーの皆さんもですね、結構ワクワクしてるみたいですけども、私は相変わらずちょっと行けないんですけども、でただですね、サーフィンするにはいいかもしれないですけれども、台風とか、強風ですよね、嫌がる方っていうのも一定数いるわけで、農家の方ですとか、もしかしたらですね、農作物、その種類によってはですね、作物の種類によってはもしかしたらこう壊滅状態になる場合っていうのもありますし、かなり、そこまではいかなくてもかなり手直しに時間がかかったり、あとは収穫量をですね、にも影響を出ることもありますし、なのでこれ、見方によってですね、いい悪いっていうのが、出てきちゃうんですけど、ただ台風が起こってで、通過していくっていうことに関してはいいも悪いもなくて、本当にそれに関しては中立なんですよね。誰がどう取るのかっていう、それで大きく、意味というか、台風に対するですね、考え方、捉え方っていうのが変わってくるということですね。私も幸いですね、これが風が強くなることで、なんか仕事に支障をきたすとか、そういった感じではないんですけども、本当に多くの方にとってですね、そういった被害というか悪いことが少なく、過ぎればいいなと、本当にその一点ですね。いや本当にちょうど目の前にですね、木々が揺れてるのが撮影できましたので、風の強さっていうのが分かると思います。なんか本当久しぶりですね。久しぶりっていうか、去年はそこまで風強いことも少なかったですので、本当に一日中朝からずっと吹きっぱなしっていうので、台風が来ているなっていうのは久しぶりに感じているということですね。はい、ということで今日の様子、記録してみました。ということで以上